かわいい。ポコちゃんおいで。ということでいかがでしたでしょうか。新しい首輪の紹介すごい悩んだんですけれども、可愛すぎてちょっとどうしようかなって可愛すぎて誰がどの色にしようか、白地にしようか、ベージュにしようか、ブラウンにしようか、すごい悩んでるんですね今も。なのでここで皆様のお力をいただけたらなと思いまして、今回の動画のコメント欄に、ポンちゃんはこの色がいい、ポコはこの色、レイはこの色似合うよっていうのをちょっとコメントいただきたいなと思いまして、でそれを集計して実際に決めていこうかなと
思います。皆様のお声がポンポゴリンの首輪の色を決めます。うわーすごいすごいです。ミコ社員ちょっとモデルなんで何色でも似合うんで困ると思うんですけど、ご意見いただけたらと思います。アンケートっていうのかなアンケートいついつまで参考させていただきますよっていうのを一応9月5日まで、うん、5日の夜までとさせていただきたいと思います。6日の朝には私が全部バーって確認して、よしこの色、ポンちゃんはこの色、ポコはこの色、みんちゃんこの色っていう感じで確定したいと思います。そしたらまたあの動画で発表していきたいなと思いますので、ぜひぜひ9月の5日夜までにコメントいただければ嬉しいです。まあ、今回、まあ、9個ね9個首輪持っててもいいかなと思ったんですけど、結局ね結局偏っちゃおうかなと思ったんで、変えてもいいんですけどね、日によって変えていっても可愛いなと思うんですけど、選びたいと思います。でまあ、6個余っちゃう形になるんですよね、首輪が。首輪がね、6個余ってしまうかもしれないですね。どうしようかなってとこですけど、どうしようかなって考えてますアンケート9月5日の夜までにコメントいただければ嬉しいです。いつも応援してくださってありがとうございます。それでは次の動画でお会いいたしましょう。失礼いたします。